今日はですね、1977年泥だらけの純情のねロケ地巡りをしたいと思いますと、山口もみさん演じるまみさんと根岸さんがですねこう車で走ってるシーンがございました。その走ってた場所がですねこちら目の前にある首都高4号線でございますよね。はい、そしてねこの後ねこの赤い車はですね高速を降りて下の道を走ってるわけでございますが、ちょっと同じアングルを照らし合わせてみますと多分ねこんな感じになると思うんですよね。どうでしょう、右の方がね荻窪ですね。で左がね瀬田という看板になっておりますね。はい、この後ですね若いバイクの軍団に煽られるシーンがございますが、そのねバイクが待ち受けてた場所がこの反対側のですねこちらのね歩道橋があるこちらあたりなんですよね。そちらも行ってみましょうかね。はい、赤い車がですね歩道橋の下を通るシーンがございますが、こちらのアングルがですねおそらくこんな感じだと思うんですよね。はい、いかがでしょうか。そしてですねこの歩道橋の右の方にですねバイク野郎たちが待ち受けていたということになるわけでございますね。ちょうどこんな感じのアングルになるでしょうかね。はい、でこのままねずっとねこちらの方向にねさらに進んでいくわけでございますね。マミさんたちの乗った車はですね、こちら前の交差点を、U ターンすると思われるんですけど、同じアングル比較してみますとこんな感じなんですよね。いかがでしょうか。こちらをですねこう左の方に U ターンするわけでございますね。車が止まった場所はですね今柵で囲われてるこの辺りだと思うんですよね。はい、そしてですねここでねチンピラたちに助けられたと思いきや、車を奪われてここをね走っていくシーンがございましたね。いや多分ここで合ってると思うんですけどね。一応ですね高速の上を撮ったアングルもありますが、どうでしょうこんな感じになるんでしょうかね。はい、車の中からね謝られてもしょうがねえんだよなみたいなね、このアングルは多分こんな感じのアングルになると思うんですけどね。ちょっと背景の建物とかもちょっと全然違いますからね。2人のですねこの警察署のシーンの後ですね、2人がこう歩いてた場所というのはですね今この新宿駅西口のこの交差点になるんですよね。2人の後ろに見えたビルがですねこちら住友ビルになりますよね。そして右の方に三井ビルですね。こちらのアングルをちょっと比較してみますとどうでしょうか。住友ビルが見えまして、三井ビルがですねちょっとねセンタービルの後ろに隠れて見えないんですけど、こちらにございますと、2人のね後ろに見えてたビルがこれがね京王百貨店になりますよね。こちらのアングルを照らし合わせてみますとズバリこんな感じになりますよね。はい、後ろのね花壇の位置とかも変わりませんね。2人はここで話してたということになりますね。この後2人はですねこちら方向にねこう歩いていくシーンがございますよね。はい、どうでしょうかね。そしてですねこちらの目の前の交差点をこうずっと渡っていくわけでございますね。はい、横断歩道を渡った後ですねまた2人がね話しているアングルがありますが、そちらのアングルが多分こんな感じですよね。後ろの方にね同じくねこの排気口が見えますからね。はい、そうですね、二郎ちゃんの後ろにですねこれ小田急百貨店が見えてますが、そちらのアングルもここなんですよね。はい、もう百貨店はねなくなっておりますと。そしてどうでしょう、2人はねこの先あたりでちょうどですねタクシーに乗ったシーンがございましたね。はい、次はですね二郎さんがですねこの組事務所のある塚田工業に入っていくシーン、こちらの場面ですね。
ここのね住所をちょっと見てみますと、こちらがですね新宿1丁目14っていうのが読み取れるんですよね。このね住所の場所はと言いますと、ズバリこの目の前のね日本政策金融公庫のあるこちらのビルになるんですよね。次郎ちゃんが歩いてた道はおそらくここということになるんですよね。どうでしょうか。侵入禁止のねこの標識もありますからね。ですから次郎さんはここを左に曲がって、このビルに入ってったということに、ね、なるんですね。はい、2人がね餃子を食べてたこのお店があった場所が目の前のね思い出横丁だと思うんですよね。はい、はい、ちょっと中も確認したいと思いますが、2人がねここの横丁を歩いてたアングルもですねおそらくこんな感じになるかとは思うんですけどね。はい、いかがでしょうか。そしてこの後2人はね餃子を食べてるお店に入るんですが、いやどこでしょうねそのお店ね。2人が歩いてるカットもこの辺りではないかとね思うんですけどね。はい、うん、この先にね一応ラーメン屋とかあるので、まあここでね餃子食べたんでしょうかね。はい、ちょっと分かりませんけどね。次はですねマミさんが次郎さんを探してたこの駅前の交差点のカットですね。この場所がですね今新宿駅がありまして、こちらの前の交差点だと思われますよね。後ろのビルなんかをちょっとね比較してみますと、こちらにね、損保ビルがございます。そしてね違うカットでは野村ビルも見えますね。こちらのアングルはというとズバリここになりますよね。はい、いや当時のね野村ビルがねまだ建設中だったんですね。はい、この後ねマミさんはですね右の方にずっと歩いていきまして、背後に見えてたのがですね西新宿のこちらのビルになりましたね。はい、マミさんが次郎ちゃんを探している場面で、あの多分タバコ屋あたりの前で次郎さんを発見するシーンでございますが、こちらがですねこの目の前の歌舞伎町のね桜通りではないかと思うんですけどね。まあ、残念ながらねこの具体的な場所は分かんなかったんですが、2人がねこの後ね横断歩道を渡ってるシーンがございました。こちらがまさにね目の前の横断歩道だと思うんですよね。あの中央分離帯の部分もねこれ同じだと思いますね。そしてね右にあるこのサブナードの12番の入り口をね入ってったと思われますよね。はい、入り口に入っていくアングルもまさにこんな感じですよね。どうでしょうか。はい、それではねちょっと中も確認したいと思います。と入り口のねこの下からのアングルなんかもちょっと照らし合わせてみますと、多分ねこんな感じになりますよね。こちらも一緒かと思われますね。マミさんがねちょうどですねこちらあたりでしょうかね、歩いてるシーンなんかもねございましたね。はい、サブナード内の後ろのアングルはと言いますと、まあこんな感じになるでしょうかね。はい、2人がね話してた場所をちょっと探そうと思うのですが、後ろにね3方向の案内板があったと思いますよね。こちらですね、目の前にあるのがこれ4方向に分かれてますよね。ですからね3方向の案内板があって、なおかつ柱の隣ということになるでしょうか。目の前にですね3方向の案内板を発見いたしました。こちらを比較してみますと、まあこんな感じになるんですよね。2人が話してた場所はというと、右側のねこの柱の隣ということになるんですよね。まあいかがでしょうか。そしてですね、山口真子さんがここにいたっていうことになりますよね。この案内板の後ろにですねちょっとね階段があるんですよね。これね映画ではねなかっ
ったような気がするんですけど、ちょっとこの場所も微妙でしょうかね。はい、次はですね、いよいよね、2人が倒れてたこちらのラストシーンの場所になりますが、ただいまね、今紀伊国屋書店のこの前の通路ありますが、こちらのね、道になりますよね。はい、左の方に見えてたこちらの建物がですね、伊勢丹になりますね。こちらのアングルを比較してみますと、ズバリ、こんな感じになるかと思いますね。はい、いかがでしょうか。2人が倒れてたね、この横断歩道のアングルはというと、どうでしょう、はい、ちょうどね、2人はね、ここで倒れてるわけでございますね。はい、いかがでしょうか。はい、ただいまですね、こちら、あやめ橋、来ておりますと。次はですね、次郎ちゃんがね、アパートに帰る途中にですね、ゆきさんがね、今危ないからね、ちょっと待ってって言ったね、このシーンの場所でございますが、西新宿5丁目20番地というね、番地が見えますね。こちらの住所の場所がですね、今ね、こちら神田湾が見えますが、こちらのね、右のこの辺りだと思われるんですよね。はい。この川沿いにですね、鉄塔がね、並んでるのが分かると思うんですが、こっちの神田川沿いにですね、鉄塔がね、こうずらーっとね、並んでたらしいんですよね。はい。今はね、見事ないんですけどね。次郎さんがですね、この川沿いを歩いてる中、ゆきさんがね、この止めに入るシーンの場所ですが、おそらくですね、こんな感じのアングルだと思うんですよね。奥の方に見えてるのが、これがね、相生橋ですよね。そしてね、この上の方にね、ちゃんとね、鉄塔も見えますよね。はい。チンピラたちがね、家の前でこの待ってた場所というのも、反対側の、多分この位置になるんでしょうかね。はい。と思います。2人がね、ここを話してるシーンでございますが、近くにね、電信柱がありましたので、おそらくね、そちらの場所が、ここだと思われるんですよね。はい。いかがでしょうか。奥の方にもね、これ鉄塔があったわけなんですね、当時はね。はい。そんな感じでございます。というわけでですね、今日はね、1977年、泥だらけの純情のね、ロケ地巡りでございました。いかがでしたでしょうか。まあ、この映画は何といってもね、ラストシーンですよね。とにかく衝撃的でしたね。はい。今日はこの辺で失礼します。